あなたの心のラブコミュニケーション、須山拓司です。アニメをより楽しむための動画をお送りしておりますということでね、今回はですね、ラブコメ不足のあなたのために歴代ラブコメアニメおすすめランキングというコーナーとなっておりますね。おすすめといっても私のね、個人的なおすすめランキングじゃございません。前にね、そういったランキングを出したんですけれども、不評でございましたということでね、もうそういった個人的なランキングはしないということでございますね。私がやるのはですね、数字によるね、ランキングとなっておりましてですね、私ね、日頃ね、このように Twitter の方でね、見たアニメはね、感想を上げているんですけども、そちらのね、いいねを1ポイント、リツイートを5ポイントで計算し、その合計値でですね、最新アニメのね、1週間ランキングとかですね、そのね、クールの派遣とか、あとはですね、1年間のね、総合ランキングなんかを発表しておりまして、今回はですね、それらね、過去から現在までの私のね、ツイッターね、1.1 万データの中からですね、ラブコメアニメのみを厳選してですね、ベスト20をチョイスいたしました。それではね、早速そのデータの元にね、ランキングに入っていきたいと思うんですけども、詳しいランキングのルールについてはですね、こちらのテロップに書いておりますのでね、気になる方はこちらをチェックしてください。ちょっと細かくなりますのでね、フォロワー数が少ないね、過去作のポイント修正とかですね、あとはね、1回の神回でドーンといったらね、勝負はそれで決まってしまう場合があるので、その辺の調整なんかも加えております。またね、今回はラブコメアニメランキングなので、コメディ要素が少ないですね、シリアス系の恋愛アニメは外しております。具体的にはですね、このような作品ですね、花とか、4月は君の嘘とか、恋と嘘などね、これらもいい作品でございますけども、これらはまたですね、恋愛系アニメ、シリアス系恋愛アニメなのでね、別のランキングで出したいと思います。それではですね、早速ランキングの方に入っていきましょう。20位以下はですね、さらっと発表する形となっておりますね。まずは第20位です。32.9 ポイントで、寄宿学校のジュリエットでございますね。ロミオとジュリエットをベースとした学園ラブコメディとなっておりまして、ペルシアもいいけど、ハスキもねというね、作品でございます。続きましては第19位です。33ポイントで、甘神でございますね。こちらはギャルゲーを原作とした恋愛アニメとなっておりましてですね、ゲームの分岐を再現しておりまして、6人のヒロインプラス隠しルートもあるというね、オムニバス形式となっております。ヒロインは多いんですございますけれどもね、それぞれ別攻略ということでございましてですね、ハーレムものとはまた違った面白さがございます。続きましては第18位です。33.6 ポイントで、妹さえいればいいですね。こちらね、先日ね、原作ラノベのね、完結したばかりでございますけどもね、僕が友達が少ないの作者のラノベを原作とした青春ラブコメディとなっておりまして、登場キャラクター全員が主人公というようなね、作風となっておりまして、恋だけでなくてですね、ラノベ作家やね、周りの仕事も描かれているのも特徴的となっております。続きましてはですね、第17位です。35.2 ポイントでですね、月刊少女野崎くんですね。こちら男子高校生なんですけども、人気少女漫画家のね、ではある野崎くんとですね、その野崎くんのことが好きなのにね、なぜかアシスタントになってしまった桜千代のラブコメディとなっておりまして、女性人気も非常に高くですね、円盤売上でですね、驚異の 15,254 枚を達成しております。そしてですね、第16位です。35.8 ポイントで、僕は友達が少ない、儚いでございますね。周りはですね、美少女ばかりだけどね、中身がですね、パンチ効きまくりの性格のね、キャラばかりとなっておりまして、そんなね、残念系ハーレムラブコメディのね、代表格と言えるような、ね、存在となっております。女の子の可愛さはピカイチでございやすと。続きまして、第15位です。36.1 ポイントで、ニセ恋ですね。ジャンプを代表する王道ラブコメとなっておりまして、2015年の2期を最後にね、続編は発表されていないんですけども、今なおね、続編を待ち続ける根強いファンも多い作品となっております。続きましてはね、第14位です。36.8 ポイントで、中二病でも恋がしたいですね。京アニのラブコメといったらこちらでございましょう。ね、恋愛の世界に中二病を絡めてきましてですね、独特の笑いと世界観の構築に、ね、成功いたしました。そして、京アニクオリティだから安心のね、作品でもございます。そしてですね、第13位です。37.6 ポイントでですね、5等分の花嫁でございますね。こちらもですね、今日ね、この動画を撮ってる時にね、原作の方は完結してしまいましたけどもね、ヒロインは5つ子、そしてですね、未来の花嫁は1人だけということで、ね、ハーレム要素にですね、謎解き要素を加えたのがこちら大きなポイントとなっておりましてですね、後で見返すとですね、かなり序盤から伏線張りまくりだったことに気づくようなね、作品ともなっております。アニメ2期ではですね、その真骨頂が見れるはずとなっております。原作の良かったさんがね、生かしきれなかった1期の胸はちょっとポイントが伸びずというようなね、作品ともなっております。そしてですね、第12位です。37.9 ポイントでですね、僕たちは勉強ができないでございますね。こちらもニセ恋に続くジャンプの人気ラブコメとなっておりまして、こちらはですね、勉強とハプニングが売りとなっておりましてですね、その辺でね、笑いとね、ラブをね、絡めてくれます。ストーリーは王道系なんですけどもね、ラブコメでは珍しくてですね、年上の先生が圧倒的なね、人気を誇ったというのもね、大きな特徴となっておりますね。こちらのピンク髪のね、先生がですね、大人気でございましたけども、そしてですね、第11位です。39.6 ポイントで、ハイスコアガールですね。1990年代のゲーセンを舞台にしたギャグラブコメとなっておりましてですね、日頃はですね、ゲームを軸にしたギャグで展開しつつもですね、随所で熱い話を見せてくる、このギャップでね、泣かされた人はね、続出した作品でもございます。はい。ということでね、以上11位から20位でした。あなたの好きな作品は入っていたでしょうか？まだ入っていたんだったらですね、ここからのベスト10に入ってくるかもしれないということでね、早速ベスト10にも入っていきましょう。まずは第10位です。41ポイントで、俺の妹がこんなに可愛いわけがない俺妹でございますね。2010年代前半のラノベ界とアニメ界を引っ張った人気作であるのはこの俺妹であることは間違いございません。仲が悪かった兄弟がですね、妹のオタク趣味が判明したことで徐々にこう歩み寄っていくというね、物語となっておりまして、そんな兄と妹のね、ホームコメディとですね、そしたらね、パンチのね、強いね、他のヒロインとのラブコメでな、この両輪で見せる作品となっておりました。1期はですね、笑いとラブはですね、神レベルとなっておりました。2期はですね、途中からこの賛否両論の問題作でございますけども、1期だけだったらですね、もっとポイントが伸びたかもしれない、そんなポテンシャルのある作品でございます。そしてですね、第9位です。43.8 ポイントで、ドメスティックな彼女でございますね。こちら、マガジンを代表するヒロインは義理のね、姉と妹のラブコメ、ドメカノでございます。家庭内で起こるね、ドメスティックな恋愛劇がですね、テーマとなっておりましてですね、恋愛の面ではですね、このヒルトラのようなね、濃い設定を入れてきましてですね、通常パートではですね、結構コメディも入れてくるというようなね、ラブコメとなっております。好きなヒロインがね、姉妹のね、妹か姉派か、このね、どちらかによってですね、ラストのね、展開はですね、賛否両論、こちらも大きく分かれた作品でもございます。さあ、どんどん行きましょう。第8位です。44.6 ポイントで、多田くんは恋をしないでございますね。こちらは月刊少女野崎くんのスタッフが集結して作った動画工房のオリジナルアニメとなっておりましてですね、転校してきた異国のヒロインがですね、身分を隠したお姫様というね、設定となっておりまして、ちょっとローマの休日をオマージュするような展開にですね、ラブコメを絡めるというようなね、作品となっております。中盤まではですね、学園ラブコメ、終盤はですね、そのローマの休日のね、映画のようなね、恋愛劇となっている作品でもございます。そしてですね、ラッキーセブンの第7位は 44.8 ポイントで、からかい上手の高木さんですね、小学館のラブコメといったら、今はこちらのからかい上手の高木さんでございましょう。基本はですね、西方くんとね、この高木さんの2人のね、からかいという名のですね、イチャイチャがメインとなっておりまして、そんな動きも少なくてですね、マンネになりそうな展開をね、胸キュンラッシュで見せてくるのがこの高木さんとなっております。俺もからかわれてーというですね、そんなね、からかいラブコメというね、新たなジャンルを作り出したことによってですね、いろんなファンを生みました。そんな革新的な作品でもあります。続きましては、第6位です。45ポイントで、僕らはみんな可哀想ですね。こちらは大人を中心に虜にした大人気で、青年漫画を原作としたラブコメとなっておりましてですね、ルームシェアというよりですね、この昭和の下宿、そんな可哀想を舞台にしたですね、主人公とヒロインだけでなくですね、他の大人も同居した状態のですね、同居者となっておりましてですね、ヒロインはもちろんですね、スーパー美女だけどですね、中身は下ネタ大王のまゆみなのですね、他のラブコメと違ってですね、大人もね、かなりね、いい感じで絡んでくるのが大きな特徴でありですね、魅力な作品となっております。そしてですね、折り返しの第5位です。47ポイントでですね、冴えないヒロインの育て方、冴えかのでございますね。こちらは逆にですね、10代を中心にね、大フィーバーしたラノベ系ラブコメとなっておりましてですね、主人公はオタクなだけでなくてですね、自らね、ゲーム制作を行う行動的でね、コミュ力のあるね、オタクとなっております。そしてですね、主人公が集めるね、スタッフはですね、女の子ばかりというね、裏山けしからんというようなね、ハーレム系ラブコメとなっております。テレビアニメはですね、そんなね、主人公のキャラでね、ちょっと賛否両論が激しかったわけでございますけども、完結編となるね、劇場版はですね、恋の展開とですね、ヒロインたちの魅力がね、大好評だった作品でもございます。さあ、いよいよですね、トップ陣に入っていきたいと思います。まずは第4位です。48.1 ポイントでですね、トラドラでございますね。こちら2008年の作品でありながらですね、今なおラブコメといえばですね、トラドラが一番というね、人も多いですね。最近ね、アニメを見始めた人はあんまり知らないかもしれませんけども、それぐらい根強い人気のある作品となっておりまして、そんな強さがですね、このポイントに現れておりますね。学園ラブコメでありながらですね、家庭の事情などの重い話なんかも絡めてくる。さらにですね、原作ラノベの方のね、作家がですね、女性ということもありましてですね、男性が見たら、うわってね、引くようなね、女部分も結構出してくるような作品となっておりまして、その代表的なのがですね、女の子同士がグーパンチで殴り合うシーンとなっておりまして、これはですね、見たときは衝撃的っていうようなね、感じでございましたけどもね、今のラノベアニメじゃまず見ないような展開となっておりまして、がですね、そんなキャラクターのね、本気が見えるからこそですね、その後の感動がね、繋がるということでございますね。この辺はね、今の主流とは違うので、好き嫌いは分かれるかなと思いますけどもね、見たらですね、衝撃が残残るのは間違いない作品となっております。そしてですね、ベスト3の第3位です。50.2 ポイントでですね、かぐや様は告らせたいですね。こちらは2019年ね、マリアージュブームを起こしたかぐや様となっておりまして、ね、お互い好き同士でございますけどもね、いかにしてですね、相手から告白させて主導権を握るかというのを争う天才たちの恋愛頭脳戦となっておりましてですね、まあ、こちらもですね、高木さんとは違う形で新しいジャンルを確立いたしました。これ好きになったといって告白するんじゃない、告白させるんだというような、ね、部分でございますけどもね、その2人のやるとりに加えてですね、周りのポンコツメンバーも絡んでくることでですね、笑いをね、増幅させるような作品となっておりまして、良いラブコメはですね、男たちも面白いというようなキャッチフレーズとしておりましてですね、まあ、男たちもしっかりと存在感を放ってくるラブコメ作品でもございます。まあ、かと思えばですね、ヒロインのね、こうかぐや様は随所にね、恋の胸キュンを見せてくれるということで、ね、2期はさらにマリアージュ。さあ、泣いても笑ってもあと2作品でございます。何が入ってくるんでしょうか。まずは第2位です。50.3 ポイント、僅差でかぐや様をかわしたのは青豚でございますね。こちら10代、20代前半の人にはですね、今熱いね、ラノベで、ね、ラブコメでございましょう。そんなですね、大人気の作品がこの青豚でございます。思春期症候群というですね、独特の症状に関わった女の子たちと関わっていくストーリーとなっておりましてですね、映画を見に行った時は私はですね、客の多さと、そして客層の若さにですね、ビビったというような、ね、作品となっておりましてですね、これタイトルとね、このヒロインの多さからですね、見ていない人はハーレムものと勘違いしてる人もいるんですけども、この作品はですね、メインヒロインはね、一人でございましてですね、そんなね、舞さんね、一筋の作品ともなっております。まあ、他のヒロインとはですね、友達であったり、相手の片思いであったりとかですね、または思春期症候群を通して出会ったりとかですね、悪魔はね、メインヒロイン一筋でね、一線を引いている作品となっております。けれどですね、彼女たちに対しても体を張って助ける、それぞれのね、ヒロインの魅力に加えましてですね、そんな主人公の姿はですね、人気のね、要因の一つと言えるでしょう。さあ、そんなね、最も今勢いがある青歌を抑えた第1位はですね、53ポイントで、やはり俺の青春ラブコメは間違っているでございますね。青春とは嘘であり悪であるとですね、そんなきれくれ者でお口が達したひけや八幡とですね、そんな八幡すらも言いまかすですね、ヒロイン雪の下雪の、そしてですね、そんな2人を取り持つムードメーカーの由比ヶ浜由比、そんなね、3人をメインに展開するね、間違い続ける青春ラブコメ、それが俺ガエルでございます。序盤はですね、そんな3人やですね、周りのキャラクターとのね、やりとりで笑わせつつですね、1期終盤から青春が動き出す、そして2期終盤ではついに恋も動き出すかと思ったところなんです。じらしプレイでじらすんじゃーというような、ね、形となっておりましたが、それがですね、5年ぶりに、ね、アニメ3期が完結編として戻ってきた。そしてですね、それによってですね、この順位とポイントになったのは間違いないでしょうというような、ね、作品となっておりましてですね、やはりラブコメものはね、結末まで描いてくれると強いということでございましてですね、3期の、ね、完結編ではね、一体どんなね、結末となるんだ、どっちのヒロインを選ぶんだい。以上、ラブコメアニメベスト20でした。あなたの好きな作品は入ってたでしょうか。まあ、こちらはですね、時期とかタイミングによってね、ポイントも変わってくるんだね。また集計する分ね、時期によってはですね、1位とかね、上位が変わってきそうかなと思います。ちなみにですね、私が個人的にね、好きなね、恋愛ラブコメアニメベスト35というのをね、ブログの方で発表しておりますので、気になる方はそちらもチェックしてみてください。これを見るとですね、Twitter ランキングにしてよかったねとね、思うかもしれませんということでね、こういったアニメをより楽しむための動画を随時上げておりますので、ね、チャンネル登録もしくはですね、グッドボタン押していただけると嬉しいです。それではまた。